この間は美味しいチーズケーキを教えてくれてありがとう。彼氏のお母様の手土産にして大正解。私の株が急上昇しちゃったよ。どういたしまして。喜んでもらえてよかったよ。マナさんのグルメ情報ほんと助かってる。食事会で行くお店もいつも美味しいところだし、グルメ通が知り合いにいるとほんと楽しいよ。そう言ってもらえると嬉しいな。私も美味しいものを紹介できるのは楽しいよ。そんなマナさんにお願いがあるんだけど、いいかな。お願い？私にできることなら助けるよ。あのね、グルメ通のマナさんならね、彼氏とのデートにおすすめのお店とか知ってると思うの。大学生の私でも行けそうな感じのところ。値段も抑えられて美味しいお店なら結構知ってるよ。私も今度そういうお店に行くし。え、そうなの？今週末にちょうど予約していたお店があるんだ。お値段はそこまで高くないのに、とにかく絶品だって有名なの。何それ。そこをももかも彼氏と行きたい。今週末ね、ちょうど彼氏と1周年記念なんだ。だからおしゃれで美味しいお店でお祝いしたいの。そうだったんだ。でもごめんね、そこのお店は有名すぎて予約が数ヶ月待ちなんだ。数ヶ月も？だから週末の記念日には間に合わないね。他のお店なら間に合うかもしれないから、後でいくつかお店をピックアップして送るね。やだやだ、ももかも彼氏と予約待ちの有名店に行きたい。特別な記念日なんだもん。特別なお店でお祝いしたい。今から予約すると1年記念日なのに半年後の祝いになるよ。それでもいいなら予約する。そんなのダメに決まってるじゃん。記念日当日にお祝いするものでしょ。でももう予約はいっぱいだし、ダメ元でキャンセル待ちの連絡でもしてみる？そんなことしなくても、マナさんの予約を私に譲ればいいんだよ。あ？可愛い義妹の1周年記念だよ。もちろん譲ってくれるよね。キュルルーン。上目遣いでもしてるつもりかな。悪いけど実は私たちも結婚5年記念のお祝いなの。だから譲ってあげられない。やだ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 。お兄ちゃんとの記念日なんてどうでもいいじゃん。私と彼氏の1周年記念の方が重要だよ。私にとっては5年記念日も大切なものなの。この日のために数ヶ月前から予約していたしね。悪いけど譲ってあげられないな。でじゃあ私の1周年記念はどうしたらいいのよ。このままじゃ何の親もできないじゃない。彼氏くんと一緒に2人でお店を探したら。大事な記念日だもの。過ごす場所も2人で決めたら楽しいと思うな。それはできないの。私が素敵な一日にしてあげるねって言ったから。マネ、え？私彼氏の前じゃグルメツってことになってるの。この間のチーズケーキも私が毎週食べてるお気に入りスイーツって言ってあるし。自分の手柄にしていたんだ。彼氏も桃香が予約したお店なら絶対に間違いないね。で、プレッシャーかけてくるし、本当にやばいの。どこか素敵なお店を予約しないと。でも私そんなお店知らないし、本当に困っているんだよ。なあ、それならおすすめのお店があるよ。ザイレリアって言うんだけど、価格もお手頃価格で美味しいよ。桃香ちゃんたちにぴったりだね。ファミレスでしょそれ。結構本格的で美味しいし別に良くない。じゃあマナさんたちがファミレスで結婚記念日お祝いしなよ。その代わり私たちが有名店をもらうから。ももかちゃん、ダメなものはダメって言ってることがわからないの。脳内にエスカルゴでも詰まってる？詰まってないわ。私だって無理なものは無理なの。ダダをこねないの。あまりにしつこいとケントさんに伝えるよ。お兄ちゃんなんて怖くないし。あ、むしろお兄ちゃんに頼めば案外譲ってもらえるかも。お兄ちゃん私に優しいし。え？そうしようっと。それじゃあ予約数ヶ月待ちの有名店は私がもらうからね。兄夫婦はファミレスで記念日お祝いしてね。皆さんやっほー。予約数ヶ月待ちのお店、お先に楽しんでます。え、ももかちゃん、一周年記念めちゃくちゃ素敵なものになってます。メイン料理なんてロブスターを使った料理なの。こんなに美味しいお店用意してくれてありがとうね。ももかちゃん今お店にいるの？お兄ちゃん
んに聞いたら、あっさりお店の名前を教えてくれたの。速攻電話して予約時間を早めてもらっちゃった。予約数ヶ月待ちのお店って厳しいこと思ったけど、案外優しいね。予約時間の変更も全然 OK って言われたし。マラさんたちは今からお店に入るところかな。うん、今ちょうどお店の前に着いたところ。残念だけど、マラさんたちの席はないの。二人は駅前のファミレスにでも行けば。ひどいよ、モモカちゃん。こんな横取りみたいなことするなんて。私がどれだけこのお店を楽しみにしてたと思っているの。そんなの知らない。お兄ちゃん夫婦の5年記念日より私たちの1周年記念でしょ。ああ、次はエスカルゴの蒸し焼きが出てくるって。モモカちゃんの脳内に詰まっていたエスカルゴかな。取れてよかったね。そもそも詰まってないわ。腹が立つからお店に抗議するわね。予約者の確認をしっかりしていれば防げたかもしれないのに。ちょっと、大切な記念日にクレームつけに来るのやめてよ。お店の雰囲気が悪くなるじゃん。こっちはトレビアンなイタリアン料理を楽しんでるのに。トレビアンはフランス語だよ、エスカルゴちゃん。エスカルゴって呼ぶな。こっちは一周年記念ディナーで盛り上がっているのよ。邪魔しないで。私の邪魔をしているのはモモカちゃんでしょ。予約したお店に先回りしてすでに楽しんでるの。あんたたちはファミレスにでも行ってなさい。それじゃあ最後の晩餐楽しんでね。え？お店に確認したら私たちの予約は大丈夫だったみたい。ももかちゃんたちどこか別のお店に入店してない？別のお店？そんなわけないじゃん。お兄ちゃんから聞いたお店で検索したもん。そこのお店に予約変更を伝えたんだもん。私が予約していたお店はホームページがないの。ネット検索しても絶対出てこないお店だよ。え？予約は直接お店に出向いてするの。電話番号もネットに載ってないの。そうなの。でもネットで店名を検索すると名前は一緒だけど全く異なるお店が出てくるんだよね。もしかしてももかちゃんはそこのお店にいるんじゃないかな。ネット検索で一番上に出てきたお店に電話した。やっぱりそこのお店まずさのぼったくりで有名だから気をつけてね。最後の記念日ディナーにならないことを祈ってるよ。まずさとぼったくり？ももかちゃんみたいな勘違い客を狙ってるお店なんだよね。出されるメニューは本物のお店の丸パクリなの。でも値段はその5倍だし、料理素材もかなり格安のものなんだよね。嘘でしょ？そのお店のレビューちゃんと読んでないの？ものすごいこと書かれてるよ。ロブスター料理はただのザリガニでした。エスカルゴはただの大きいカタツムリでした、だって。私たちがさっきまで食べてたやつじゃん。でも美味しかったんだよね。ならザリガニでもカタツムリでもよかったんじゃない？よくないよ。言われてみるとなんだか泥臭かった気がする。そういう風味だと思い込んでた。ザリガニのソテー、泥臭風味ですもう無理、こんなところのお店食べられないよ。それじゃあ私たちは本物のお店で結婚記念日を楽しむわね。お互い楽しい記念日を過ごしましょう。それじゃあね。マネさん、お願い、助けてほしいの。今すぐこっちのお店に来てくれないかな。あら、ももかちゃん、ちょうど今お食事が終わって会計中よ。コース料理でお腹いっぱいだし、そっちのお店で二次会はきついかな。二次会なんてしないよ。このままだと私たちこのお店から出られないの。だからお願い、助けに来て。どうしたの？偽物店が脱出ゲームでも始めた？そっちの方がまだマシだよ。偽物店だって分かったから慌ててお会計して出て行こうとしたら、お会計が20万円だって言うの。え？ 20 万円？私たち普通のコース料理頼んだだけなのに、なんかお店は5万円って書かれているし。わあ、ありえないくらいのぼったくりね。だよね、ありえないよね。私たちはお腹いっぱいコース料理を食べても2人合わせて3万円もしなかったのに。いいの？結婚記念日だって伝えたらケーキやドリンクもサービスしてくれたの。何から何まで本当に美味しかったわ。つらいよ。私たちも本当はそっちでお祝いしたかったのに。ももかちゃんたちも素敵なお祝いしたじゃない。記念日にザリガニ料理だなんてなかなかできないよ。
今好き好んでしないよ、こんなの。もういいから早く立ち入り来てよ。私たち二人合わせて3万円しかなくてさ、お金がないって伝えたらめちゃくちゃ怒り出してやばいの。無銭飲食だとか言い出して。うん、無銭飲食だね。ちゃんとザリガニ代とこたつもぎ代は支払わないと。あんなまずい料理20万だってひどいと思わない？今必死にお皿洗いで時間を稼いでるところ、その間に今すぐ助けに来て。とりあえずお金払ったら解放してもらえると思うから。ああ、お腹いっぱいだし帰るわ。え？二人ともワイン飲んで結構惚れ酔いなんだよね。この楽しい雰囲気のまま今日は終わりたいの。私はこんな記念日で終わりたくないよ。ザリガニとカタツムリ食べた後に皿洗いだよ。人それぞれ素敵な記念日の過ごし方があるよね。これのどこが素敵な記念日よ。これならファミレスで過ごした方がマシだったわ。早くここから帰りたいよ。20万払ったら帰れるんじゃない？大学生にそんな大金あるわけないじゃん。お願い見捨てないで、もう二度とこんなことしないからお願いします。ももこちゃんが用意した素敵な記念日、彼氏くんもきっと楽しんでるって。それじゃ二人仲良くお皿洗い楽しんでね。お店の怖いスタッフさんに囲まれたももかちゃんたちは、なんと彼氏くんが一人で逃走。置いてけぼりにされたももかちゃんは泣く泣く ATM でバイト代の貯金20万を引き下ろし、ようやく解放されたようです。しかし逃走した彼氏くんが、お前はぼったくり店とつながっていたんだろと、あらぬ疑いを大学で言いふらし、ももかちゃんは彼氏とお金、さらには大学での友人関係まで失ってしまいました。アミさん、お久しぶり。元気にしてる？みゆきさん、お久しぶり。変わらず元気に過ごしてるよ。みゆきさんも元気かな？もうバリバリ元気。子供たちも元気だし、今度ネズミランドに旅行に行くんだ。こっちに遊びに来るんだ。もし都合が合うなら会いたいね。確か私たちが引っ越してからもう1年だよね。話したいことがたくさんあるんだよ。それなら大丈夫。アミさんのお家に泊まるからたっぷり会えるよ。積もる話はその時にいっぱい話そうね。え？ママ友がネズミランド近くに引っ越してくれて大助かりだよ。あの辺でどこかに泊まろうとするとかなり高くなるじゃない？おかげで宿泊先が節約できるわ。ちょっと待ってよ、みゆきさん。私たちのお家に泊まるつもりなの？ SNS 見たよ。ついこの間新築のお家を建てたんでしょ？素敵なお家だし、私たちが泊まってあげるね。そんな急に言われても無理だよ。だからこうして事前に連絡してるんでしょ？急になんて言ってないじゃない。え？そっちには来週行くつもりだから、一週間前にちゃんと相談したんだから、お泊まりの準備も余裕だよね。いやいや、一週間後なんて急だよ。悪いけど我が家には泊められないよ。今すぐちゃんとした宿泊先を手配しておいてね。え、なんで？私たちも慣れていない新築の家に、友達といえど他人は泊められないよ。私たちの気持ち理解してくれないかな。そんなの無理。え？もう旅行は一週間後なんだよ。アミさんなら心よく泊めてくれると思って計画を立ててたのに、急に泊められないって言われても無理だよ。一週間前は急じゃないんだよね。今からでも宿泊先の手配も余裕だよ。やだやだ、止めてよ。私たちママ友じゃん。普通は止めてくれるものでしょ。ママ友のお家は使い勝手のいい宿じゃないの。悪いけど友達と宿を今回の頼みは聞けないわ。じゃあ宿泊費払ってよね。は？だってアミさんのお家に泊まれば0円だったんだもん。アミさんのせいで余計なお金がかかるんだから。だから私が払うって、そんなのむちゃくちゃだよ。みゆきさんってこんなことを言う人だったんだね。悪いけどこれからの環境を見直させてもらうから。それはこっちのセリフだよ。アミさんがこんなケチな人だと思わなかった。もうあんたのことなんて知らないから。ねえねえ、アミさんちものすごく綺麗だね。さすが新築、居心地がいいわ。え？アミさんの新築お邪魔してます。鍵がかかってなかったから先に上がらせてもらったよ。ちょっとどういうこと？みゆきさんが私たちの新居に？いやー、この辺って縦置きのお家なんだね。似たようなお家ばかりあるから探すの大変だったよ。みゆきさん、ちゃんと説明してよ。どうして私の家を知ってるの？しかもお邪魔してるって。SNS に上げてた写真があるじゃない？
あれを見てお家を探したの。私すごいでしょ。そうだね、すごいね、執念が。はぁ、あ、私があれだけきっぱり断ったのに泊まる気満々だったんだ。みゆきさん、非常識にも程があるよ。なんで私が悪いみたいになってるのよ。アミさんが宿泊費用を送ってくれなかったからじゃない。え？だからてっきり泊まっていいものかと思って、鍵も開いてたしウェルカムってことなんでしょ。そうだよね。なわけないでしょうが。ええー、早く荷物まとめて出て行って。いいわね。うん、やー残った。こういうのはお家に入ったもん勝ちだもんね。明日は朝からネズミランド楽しむ予定なの。今日ぐらいゆっくり休ませてよ。よく他人の家でゆっくり休めるわね。他人の家じゃなくてママ友のお家だもん。まあ歯ブラシとか持ってきてないからアミさんちのもらうね。はあ？友達の家って便利だよね。思ってたより綺麗な家だし、これからも旅行の旅に使わせてもらうわ。そこんとこよろぴく。何がよろぴくよ。本当にいい加減にして。そんなに怒らないでよ。新築祝いを持ってきてあげたんだからさ。え？じゃじゃーん、焼肉セットでーす。立派な新築で、しかもお庭付き。今日はみんなで焼肉やろうね。はぁ、そんなのやるわけないでしょ。まだ建てたばかりのお家に焼肉の匂いがついちゃうじゃないの。そんなの気にしすぎだよ。私もうタバコの匂いつけてるし。え？ごめんね、ここまでの移動で疲れてタバコが吸いたくなってさ。今お家の中で吸わせてもらってるわ。ありえない、他人のお家に勝手に上がり込んで室内でタバコまで吸うなんて。新築のお家に遊びに来た友達にそんなに怒らないでよ。鍵をかけてなかったあんたが悪いんだから。言っておくけど、そこ私のお家じゃないからね。え、はあ、他人のお家に不法侵入か。これは訴えられても仕方がないかもね。ちょっと待って。え、ここアミさんのお家じゃないの？でも私ちゃんと SNS の写真で確認したよ。建売り住宅の地域だからさ、数軒隣にも同じ外観で同じ作りの家があるんだよね。まさかそっちがアミさんのお家？そういうこと。びっくりしたわよ。自分の家でくつろいでるところに LINE が来るんだもの。なんですぐに教えてくれなかったのよ。これじゃ本当に不法侵入じゃない。たとえ私の家でも不法侵入だよ。警察呼んじゃうぞ。ひぃー、紛らわしい家を建てやがって。私が間違えてるのはあんたのせいよ。今すぐ迎えに来てよね。はぁ？はぁじゃないわよ、当然でしょ。この辺建て売り住宅街で似たようなお家がたくさんあるもの。また間違えたら大変じゃない。だから迎えに来いって。みゆきさん、いい加減にしないよ。いい加減にするのはそっちだよ。早く私たちのこと迎えに来て。あんたのせいで間違えて他人の家に侵入しちゃったんだからね。警察が迎えに行くってさ。え？もう付き合ってられないから警察に通報したわ。ご近所さんのお家に見知らぬ人が居座ってるってね。何余計なことしてくれてんのよ。警察が来るのが早いかな、それともお家の持ち主が戻ってくるのが早いかな。私が出ていく方が早いに決まってるでしょ。面倒なことになる前にとんずらよ。ほら、しっかりお家の持ち主さんに謝るべきよ。不法侵入してごめんなさいってちゃんと言っておかないと。そんなこと言ったら余計ややこしくなるでしょ。こういうのはバレなきゃセーフなの。持ち主が戻ってくる前に出ていけば OK。 これが小学生探偵でも解けない完全犯罪だぜ。麻酔なしのおっちゃんでも犯人わかるわ。がっつりタバコの匂いを残してるくせに。はぁ、警察が到着するまでそこにいなさい。仕方ないから事情だけは説明しに私も向かってあげるから。お家の持ち主の人も誠心誠意謝れば許してくれるかもしれないよ。壁紙の弁償代とかもあるかもだけど。弁償ですって？それってお金がかかるってことだよね。私は何も悪くないのに。みゆきさんが悪いでしょうが。どうしてよ。私は絶対に悪くないもん。悪いのは紛らわしい家を建てたこの家の人だよ。次はそっちに責任転嫁かい。不法侵入した私は悪くないからね。だって間違えただけだもん。似たような家を建てた方が悪いんだよ。あんたのお姉さんだよ。え？たまたまみゆきさんのお姉さんとは連絡先交換していたの。あなたが不法侵入したことも伝えたわ。今急いでお家に戻ってくるってさ。ちょっと待ってよ。え、お姉ちゃん？私が間違って不法侵入したお家、お姉ちゃんのお家なの？みゆきさんのお姉さん、田中さやさんってお名前よね。どうしてそれを？ご近所さんだから知ってるんだよ。引っ越しのご挨拶をした時に気があっていろいろお話ししていたの。その流れでみゆきさんの実のお姉さんだってことは分かったのよね。嘘でしょ？こんな偶然ってある？いやー、私もびっくりだよ。今度会った時に話したかったことってこのことなんだよね。どうしよう、お姉ちゃんにバレちゃった、怒られちゃう。
お姉さんからいろいろ聞いてるよ。前までは旅行のたびにお姉さんのお家を勝手に使ってたらしいね。それでついにブチ切れられちゃって出禁になってるんだっけ？そうなの。子供たちがちょっと壁に落書きしたくらいで怒られてさ。私はちゃんと謝ったのに壁紙の修理代を払うまでは出禁だって。当然だよね。っていうか不法侵入までしたのにお姉さんのお家だって気づかなかったの？お姉ちゃんのお家なんて年に一回来るかどうかでも気づくわけないじゃん。この辺に似たようなお家多くて目印もないし。それでも普通気づくわ。ひぃ！あ、お姉さんそろそろ着くみたいよ。謝罪の心づもりはできたかしら？できるわけないよ、ちくしょう！お姉ちゃんのお家がダメでもアミさんの新築は使えると思ったのに。だから普通はそう思わないって。あ、普通じゃないから非常識なのか。なんですって？こうなったらお姉ちゃんにはアミさんから謝っておいてよね。あ、なんで私が？お姉ちゃんが怒った時はもう本当にやばいんだって。アミさんが私の手違いでご案内しちゃったって言えばお姉ちゃんをなんとかごまかせるかも。ならねえよ。ピエー、じゃあどうしたらいいって言うのよ。お姉ちゃんに怒られたら下ネズミランドどころじゃなくなるよ。最悪実家のお母さんに通報だよ。そうなることを全身全霊で祈っておくわね。ひどい、私たちママ友なのに。とっくにママ友じゃないわ。言ったでしょ、非常識な人とはこれからの関係を見直させてもらうって。今決めたけど金輪際縁を切らせてもらうわ。そんなことは言わないでよ。私まだアミさんの新居に遊びにも行けてないのに。来てもいれるわけないでしょうが。それじゃこれからお姉さんと合流して向かうね。覚悟して待ってなさい。みゆきさんが間違えて侵入したお姉さんのお家に向かうと、すでに警察に確保されているみゆきさんがいました。みゆきさんのお姉さんはかなりブチ切れていて、家族だろうと関係ない、警察に連れて行ってもらうと、そのままみゆきさんはパトカーに乗ることになりました。その後みゆきさんはタバコの匂いをつけた壁紙代とその前の落書きの分も合わせての弁償金をお姉さんにお支払いしたそうです。ねえ、はるかさん、パパって今日から出張だったよね。うん、今日から確か石川県に出張だったかな。いつ帰ってくるんだっけ？3日後くらいかな。とりあえず数日は帰ってくれないって聞いてるよ。そっか、ならちょうどいいね。じゃあその間に荷物まとめて出て行ってよ。え？だから出て行って、パパがいない間に出て行ったよ。どうして私が出て行かないといけないの？そんなの決まってるでしょ。あんたとの生活がもう限界なのよ。え？やっぱりパパの再婚なんて許すんじゃなかった。ノリでいけるかなって思ったけど、やっぱり他人と暮らすのって結構きついよね。というわけで出て行ってよ。同居で気を使わせてたならごめんね。てっきり沙織ちゃんもうまくやれてると思ってたんだけどな。うまくやれるわけないでしょ。どうせあんたなんてパパの金目当てな女なんだし。え？そんな女と仲良くするわけないじゃない。だから今すぐ出て行って。沙織ちゃん、何か誤解していない？別に私健一さんのお金目当てで結婚したわけじゃないよ。黙れよババア。え？言い訳しなくても分かってんだよ。私のパパは年収2000万の勝ち組なのよ。そんな人と結婚なんて金目当てでしかないじゃない。本当に違うの、信じて沙織ちゃん。パパは騙せても私は騙せないからね。連れ子と言っても私はもう20歳超えてるし、再婚なんて簡単だと思った？面倒なガキと違ってすぐに懐かれてると思った？プ、残念でした。再婚して同居してもう半年は経つよね。沙織ちゃんの視線がちょっと怖いなって思う時があったけど、最初から私のことを嫌っていたのかな？最初は別にどうでもよかったよ。もう私も大人だし、パパが誰と再婚しようがパパの自由だもん。じゃあどうして？ムカつくからに決まってるじゃん。え？尿には美味しいし、掃除も完璧、お裁縫だってできるし、週2回ジムに通って体型維持も頑張ってるし、完璧すぎてムカつくんだよね。私への当てつけですかって感じで。そんなの思ったこともないよ。だとしてもムカつくものはムカつくの。だから出て行ってよ。そんな、どうせその優雅な生活をしたいがために金目的でパパと結婚しただけのくせに、金目当てのママ母なんて必要ないんだよ。他人はとっとと出て行け。お前が出て行け。
え？まったくお前と来たら、ただの逆恨みじゃないか、こんなの。あ、ちょっと待って、急に何？急にお前呼びとか腹立つんだけど。まだ気づかないのか？は？よくも妻にひどい扱いをしてくれたな。俺の出張は嘘だ。今までずっとはるかさんの隣でやりとりを見ていたからな。え、あの、もしかして、パパ？最近はるかさんから相談されていたんだ。沙織からの視線が怖い、勝手にスマホを盗み見られている時もあるってな。え？そしたら彼女から提案されたんだよ。沙織と二人きりで過ごしたことがないから、少しだけ家を開けてくれないかって。え？コミュニケーション不足かもしれないって言うから、適当な出張でっち上げてしばらく二人きりにするつもりだったんだ。でも初日からこれか。沙織、お前にはがっかりだよ。あ、いや違うのよパパ、これはちょっとした手違いなの。何がどう違うって？どんな手違いなんだ？お前ははっきりと金目当てのママ母は出て行けと言っていたな。彼女の言葉に耳も傾けずに。あの、これはあれだよ、いわゆる反抗期ってやつなの。ほら、ずっとパパと二人で暮らしてきたからさ、それ以外の人がいることになれないの。言い訳するな。二十歳を過ぎた成人のくせに何が反抗期だ。いや、それに大人なら人に言っていいこと悪いことぐらいわかるだろう。完璧すぎてムカつく？そんなのただのお前のやっかみだろうが。あの、彼女は確かに家事も完璧だ。今も実家暮らして、家事も何もかも全て親任せのお前と違ってな。そんな騒ぎの成長のきっかけにもなるかと思ったのに、まさか出て行けと言い出すなんて。あの、パパ、私が言い過ぎたよね。ごめんね。さっきのは全部冗談だからね。うるさい。パパは本気だ。そこまで言うならお前が出て行きなさい。え？当分お前の顔なんて見たくない。今すぐ家から出て行ってくれ。はるかさん、あれからパパと連絡がつかないの。今もパパと一緒にいる？いるならパパにかまってほしいの。それが頭を冷やしてくるって、どこかに一人で出かけた気味なのよ。電源も落としてるみたいで、私も連絡がつかないの。そんな、どうしよう。パパ怒ったらすごく頑固になるの。きっと本気で出ていけって思ってるんだ。確かにケンイチさんはそんなところもあるわね。どうしよう。パパには今度婚約者を紹介するつもりだったのに、こんなんじゃあってつらくらないよ。え、沙織ちゃん、婚約者さんがいるの？こないだ彼氏にようやくプロポーズしてもらったの。今月末にはパパにも紹介して、今年中に式もあげたいねって彼と話してるところなの。そうなの？実はね、その婚約者がそこそこいい家で育った人なの。お父さんが病院を経営していて、お母さんなんて華道の先生らしくて。それはいいところのお家の方ね。だから私すごく不安だったの。もし親の再婚に抵抗があって、私の結婚を反対されたらと思うとすごく怖くて、だからはるかさんをどうにか追い出したかったの。沙織ちゃん、スマホ勝手に見たりしていたのもごめんね。何か追い出す理由とかがあればと思って探していたの。そういうことだったのね。今まで冷たくしてごめんなさい。反省するからパパとの仲を取り持ってくれないかな。このままじゃ婚約白紙もありえると思うの。なるべく私は協力もしたいけど、ケンさんは本当に頑固な人だからな。私の説得でどうにかなるかしら。何を、絶対にどうにかなる。だってパパははるかさんにベタ惚れだもん。え？長年パパの娘として近くで見ていたもん。パパが私以外の女性に夢中になったのって初めてだもん。だからきっとはるかさんが説得してくれたらなんとかなると思うの。でも仮に説得できても、私がママ母だって婚約者のご両親知られたくないんだよね。そんなの私がなんとかするよ。結婚に反対されたらさらにそれを私が反対する。絶対なんとかするから、とにかくまずはパパと仲直りがしたいの。仲直りね。ケンイチさん許してくれるかしら。もちろんパパと仲直りできたら、婚約者のことははるかさんにも紹介する。血は繋がっていないけど、戸籍上は私の母でしょ。娘の結婚のために一肌脱いでくれるよね。そう言われたら頑張るしかないじゃない。ちょっとケンイチさんのことを探してくるわ。はるかさん、今日は本当にありがとう。あの日パパをなんとか説得して間に入ってくれて、今日という日を迎えられたのもはるかさんのおかげだよ。
そんな別にいいんだよ。あのままだったらきっとパパ、私の婚約者に会ってくれなかったと思うもん。今日こうして婚約者を紹介できるのは、はるかさんのおかげだよ。だからもう本当に、ありがとうね。どういたしまして。じゃあもう、お礼を言うのはここまでにしよう。もう私も健一さんもお店に着くから。あ、もう到着した感じ？うん。今はレストランの駐車場に着いたよ。こんな素敵なお店で婚約者さんに会えるなんて楽しみだよ。すごいでしょ。なんでたって私の彼は次期病院院長だからね。私の親に会うならってこんな素敵なところを予約してくれたの。ますますお会いするのが楽しみだわ。それじゃあ今から向かうね。うん。彼と二人でレストラン前で待ってるね。だからあんたはここでバイバイ。え？駐車場に着いたんだよね。だからあんたは車で待ってて。レストランに来るのはパパだけでいいから。え？適当にお腹痛いとか言っておいてよ。それであんただけ車で待機ね。ちょっと待って、沙織ちゃん。え、私はレストランに向かっちゃいけないのかな？婚約者さんを紹介してくれるんだよね。は？あんな嘘に決まってるでしょ？誰が金目当てのママ母なんかに私の大事な婚約者を紹介するもんですか？え？私の彼はね、医者として活躍していて、すでに年収1000万なの。そしてゆくゆくは、ご実家の病院を継ぐんだよ。そんな彼をはるかさんなんかに紹介できるわけないじゃない。え？だってはるかさんパパと金目当てで結婚するような女だもん。そんながめついはるかさんなら、次は私の彼を奪うかもしれないよね。そんなことしないよ。それに健一さんとの結婚も金目当てなんかじゃないって言ったじゃない。誰がそんなこと信じられるもんですか？そんな、あの時私にも婚約者を紹介してくれるって言ったのに。あんなの、パパを呼んでもらうための嘘に決まってるでしょ。嘘も方便って言葉知らないの？あんたと仲直りなんて誰がするかよ。パパさえ来てくれたらもうあんたは用なし。ババアとっとと帰れよ。やっぱりそういうことか。じゃあパパも帰らせてもらうよ。え？これでもお前の父親だぞ。沙織が素直に態度を改める子じゃないと知っている。え？昔思い出すよ。小さい頃からなかなか謝れない子で苦労していたな。え、嘘でしょ。待って。またパパなの？またはるかさんとのやりとりを隣で見ていたの？いきなりお腹痛いとか言い出すんだ。怪しすぎてすぐにわかるよ。嘘、そんな。はるかさんがどうしてもって言うから、この間のお前の発言を許したんだ。だけど、嘘も方便だって。よくもまあ、そんなことが言えたな。あ、いや。金目当てお前の方じゃないか。さっきからお前は婚約者の肩書きしか語っていないじゃないか。その、娘のお前が誰と結婚してもいいし、どんな男だろうとどんな生まれの人だろうと反対もしない。ただし、結婚式には出ないし、その後も連絡は取らないからな。え、待って、パパ、それって私と縁を切るってこと？ありがたいことにこんな娘でも、嫁のもらい手があるみたいだからな。もうお前は、俺の手元から巣立ったものとして、今後一切連絡は取らない。結婚したと同時に、実家は消えると思いなさい。そんな嘘でしょ？私とパパは唯一の家族なんだよ。そんな私と縁を切るなんて。婚約者の彼には申し訳ないが、両親は二人揃って腹痛で帰ると伝えてくれ。それじゃ、幸せでな。ケンチさん、お仕事中にごめんなさい。沙織ちゃんのこと本当にいいの？今朝から私のスマホや家電に謝罪の電話ひっきりなしだよ。全部無視してくれ。またその場しのぎの謝罪に決まっているだろう。でもせっかくの娘の結婚式まで欠席するなんて、私は気にしないから、ケンチさんだけでも出てあげなよ。親は結婚式に出ないなんてかわいそうだわ。俺は沙織の父親でもあるが、それと同時に君の旦那だ。妻を馬鹿にされたんだから、それなりの態度は大事だろ。でも、本当に気にしないでくれ。ある意味娘との絶縁は自分への罰みたいなものだからさ。え？不死家庭なりに寂しい思いをさせないようにと、しっかり稼いでその分だけ娘に費やしてきたつもりだ。でもそれがきっと間違っていたんだろうな。こんな娘に育っていたなんて自分自身不甲斐ないよ。ケンイチさん。娘と絶縁は少し俺も寂しいけど、今まで甘やかしてきたツケだと思うよ。だからはるかさんは変に気負わないでくれ。君はただ、
俺たち親子のごたごたに巻き込まれただけなんだから。じゃあ、お言葉に甘えて、私はもう何も言わないし、知らないからね。どうかお願いします。今度こそ態度を改めるから全部許してください。パパ、お願いだから私を見捨てないで。え？どうせ今日もすぐ隣にパパがいるんでしょ。私とのやりとりなんて見られてるんでしょ。それなら最初から変わってよ。ちょっと待って、どうしたの？ケンイチさんなら今日は近くにいないわ。残業で帰りが遅いのよ。そうなの？本当に？信じられない気持ちはわかるけど本当だよ。それでどうしたの？ずいぶん必死な様子だけど。必死もなるわよ。私今婚約破棄の危機を迎えているの。パパと仲直りしないともう絶望的なんだよ。え？婚約破棄？この間パパたちが食事会をドタキャンしたでしょ。それを彼が向こうのご両親に伝えちゃったらしいの。え？そしたら彼のご両親が親と不仲なんて私に何か問題があるんじゃないかって、そんなことの結果は認められないって。あらあら、面倒な方に話が進んでいるじゃない。そうなんだよ。息子は年収1000万で次期委員長だからちゃんとした嫁じゃないとダメって言うの。親と不仲なんて育てられた環境に問題があるはず。そんなことの結果は絶対に認められないって。事情を話そうにもママが思い出そうとしたら絶縁されましただもんね。そんなこと言えるわけないじゃん。このままじゃ結婚は白紙だよ。だからどうしてもパパと仲直りしたいの。どうせ残業なんて嘘なんでしょ。本当は隣にいるんでしょ。今すぐパパに代わってよ。本当にケンイチさん今隣にいないのよ。もうあんたにも二度と意地悪しないって誓うから。だからお願い、私の結婚は白紙にしないで。もう白紙決定かも。え？あまりにも必死だから今ケンイチさんに連絡したの。沙織ちゃんが話したいそうだから早く帰ってきてって。そしたらもう婚約は白紙だろうって。え？ついさっき仕事終わりのケンイチさんを沙織ちゃんの婚約者さんが待ち伏せしていたみたいなの。どういう事情があるのか僕に教えてくださいって。え？不仲になった事情を聞きたいって言うからケンイチさん彼に全て話したんですって。再婚した妻を金目当てだと決めつけられ、その後もうまくいかずに縁を切ることになったって。え？え？そしたらこれから言われたそうよ。婚約破棄できる理由を教えてくれてありがとうございます。って。え？だからもう婚約破棄決定だろうって言ってるわ。嘘でしょ？そんな！なんてことをしてくれたのよ！彼に今すぐ連絡取らないと！連絡しても無駄じゃないかな。もう彼の中で婚約破棄は決定しているそうよ。は、何それどういうこと？ケンイチさんが彼から聞いたそうだけど、沙織ちゃん、婚約指輪で200万、結婚指輪も100万するものをお願いしてるんだって？それが何？大事なものでそれくらい別にいいでしょ？それに彼はお金がある人なんだから。お金は持っていても、それをどう使うかは彼の自由よね。彼はあなたの価値観がずっと気になっていたんですって。は？前からお金の価値観が気になっていた。本当は自分の稼ぎ目当てなんじゃないかと不安だった。って、ケンイチさんに話してくれたみたい。え？だから彼言っていたみたいよ。金目当てだと決めつけて離婚を迫るんですから、自分も似たようなことされても何も言えないですよね。って。一度婚約解消しようと思っていたから、その手を使わせてもらいます。って言い残して帰ったみたい。沙織ちゃんおめでとう。婚約破棄されちゃったね。ちょっと待って、嘘でしょ。あとは二人で話し合いを頑張ってね。あ、ケンイチさんからの伝言だけど、婚約破棄されたからって実家には戻ってくるな、だって。そろそろケンイチさん帰ってくるから晩ご飯の準備をしなくちゃ。それじゃ元気でね。沙織ちゃんは彼との話し合いの結果、一度婚約解消することになったそうです。しかし破局というわけではなく、お金目当てじゃないということを彼が確認できるまでは結婚しないと言われているんだとか。そして沙織ちゃんはお金目的じゃないことをアピールするためにデートはすべて沙織ちゃんがおごっているそうです。しかし今までは2人で3万円のランチやディナーをすべて彼のおごりで楽しんでいたらしく、すべて自分が払うことになると沙織ちゃんの貯金はカツカツ。貯金が尽きる前に結婚できるか、その場合に貯金が尽きて完全破局か、究極のチキンレースの真っ最中だと聞いています。
おい、このバカ。お前の布団は寝室のクローゼットに詰め込んでおいたからな。今日からそこで寝て暮らせよ。え？熱が40度もあるんだろ。このご時世いろいろあるし、お前は隔離だ。俺と同じベッドに寝るんじゃねえぞ。え？じゃあ俺は会社に行ってくるからな。病院から帰ってきたらまっすぐクローゼットに入れよ。今日からお前の部屋はそこなんだから。ちょっと待って、コウスケ。クローゼットで寝ろって本気なの？当たり前だろ。熱があるやつなんて隔離されて当然だからな。絶対に俺に移さないでくれよ。検査結果はただの風邪ですって。だからそこまで怖がらなくても大丈夫よ。ただの風邪でも新手のウイルスでも困るんだよ。俺は今大事な仕事を抱えてるんだ。風邪を移されて俺が仕事を休むことになったらどうするんだ。それは確かに不安だけど、ちゃんと家でもマスクはするつもり。家族の誰かが風邪をひくなんてよくあることでしょ。そこまで過敏にならなくても大丈夫よ。うるさい。俺が隔離だって言ったら隔離なんだ。とにかくお前は今日からクローゼット暮らしだからな。妻のくせに亭主様に逆らうな。でもさすがにクローゼットはありえないでしょ。病人を暗くて狭い場所に出るなんてひどいわ。でも母さんもそうした方がいいって言ってたぞ。え？母さんに相談したら絶対に隔離した方がいいって言ってたんだ。詳しいアドバイスだってもらったし、その結果クローゼットで隔離なんだよ。どういうアドバイスを受けたらそうなるのよ。マスクしてるだけじゃ意味ないんだってさ。寝るところは絶対に別々。空いてる部屋があるならそこにぶち込めだってさ。で、クローゼットに妻をぶち込むの？この家に空いてるところなんてそこしかないからな。こっちは40度の熱があるのよ。それじゃあこれからは私が寝室に引きこもります。だからコウスケはしばらくの間リビングで寝てちょうだい。これで隔離生活はバッチリよね。ざけんな。なんで亭主様がリビングなんかに寝ないといけないんだ。病人は黙ってクローゼットに寝て直せ。え？お前が何と言おうと寝室は俺のものだ。妻は黙ってクローゼットに寝てたらいいんだよ。でもこっちは40度も熱があるのよ。それをクローゼットで寝てろって、治るものも治らないよ。寝るところを用意してもらえるだけでもありがたいと思え。なんだったらお前を外に放り出してもいいんだぞ。え？亭主様が感染対策気をつけながら働いてるっていうのに、よくものんきに熱なんて出せたものだな。お前は妻失格だ。だけど俺はそんな奴に寝る場所を提供してやってるんだぞ。私だって感染対策には気をつけていたわ。でも風邪になったものはしょうがないでしょ。てか妻に大丈夫かの一言もないわけ。なんで俺がお前なんかの心配しないといけないんだ。むしろお前こそ熱を出して申し訳ありませんって謝れないのか。謝る？お前が熱を出したせいでこれからしばらくは外食することになるんだぞ。そのせいでいつもより食費がかかるんだからな。え？つまりお前のせいでせっかくの俺の稼ぎが無駄遣いに回されるんだ。熱を出したせいで無駄遣いさせてすみませんって謝れ。なんでそこまで責められないといけないの？そこまで無駄遣いを嫌がるなら自分でご飯作ったらいいじゃない。なんで俺がご飯なんて作らないといけないんだ。料理はお前の仕事だろうが。それを熱ごときで放棄しやがって。こっちは離婚しちゃってもいいんだぞ。なんですって？勝手に熱を出すわ、家事を放棄するわ、そのくせ亭主様から寝室を奪おうなんて、こんな使えない妻は離婚を言い渡されてもおかしくないんだぞ。そんなこと言ってもこっちは40度の熱があるのよ。お前の体調なんて知るか。寝るところを用意しただけでもありがたいのに心配してくれたの。よくそんなわがままが言えたな。いいからお前はクローゼットで静かに寝てろ。いいか、完全に熱が下がる前に出てくるなよ、このダメ妻が。カナさん、息子から聞いたわよ。高熱が出ているそうね。病院には行ってきたの？お久しぶりですか、ヤさん。病院は今朝受診し、風邪との診断を受けました。
こんな季節外れに風邪をひくなんて、息子の康介にうつさないでちょうだいね。もちろんです。そうならないためにも自宅内隔離で過ごすつもりです。自宅内隔離ね、そんなもので意味あるのかしら。リナさん、あなた少し家を空けた方がいいんじゃないかしら。それはどこかに外泊しろということでしょうか。そうね、それがいいわ。このご時世一度でも熱を出したら大変なの。息子の康介は会社でそこそこの役職にもついてるし、もし康介が移されて仕事を休んだら大変だわ。そうならないためにも徹底的に隔離した方がいいと思うの。ご心配ありがとうございます。かよさんから康介さんにアドバイスをしたようですね。おかげで隔離対策はバッチリです。あら、そうなの。はい、私は熱が下がるまでの間、寝室のクローゼットで寝ることになりました。え？同じベッドで寝ることはありませんので安心してください。きっと風邪はつらないと思います。ちょっと待ちなさい。今クローゼットって言った？はい、クローゼットです。今朝康介さんが布団をわざわざ運んでくれました。え？では体調がしんどいのでこれで失礼します。そろそろスマホの画面を見ているのも辛いんです。ちょっと待ちなさい。リナさん、あなた今どういう状況なの？高熱の病院がクローゼットですって？康介さんが考案した隔離方法です。かよさんのアドバイスを元に考えたみたいですけど。なんですって？私はそういう意味で隔離しろって言ったわけじゃないわ。あの子ったら何をしているのよ。そうなんですね。でももう寝れたらどこでもいいので失礼します。え？文字を打つのもかなりきついんです。ではおやすみなさい。その体調でクローゼットに寝るっていうの？ちょっとリナさん、大丈夫なの？後で勝手に家に上がらせてもらうわよ。おいリナ、熱はどうだ？体調は少し回復したか？まだ40度の熱があるわ。薬を飲んだ後はマシだけど、すぐまた高熱に戻るのよ。半日寝ておいてまだ治ってないのかよ。本当にお前は役立たずだな。は？こりゃしばらくはクローゼット生活だな。いいか、俺が仕事から帰る前にご飯もシャワーも済ませておけよ。そして俺が帰ったらクローゼットから一切出てくるな。高熱の私に一人でご飯もシャワーも浴びさせるの？何か作ってくれたり汗を拭いたりはしてくれないの？なんで亭主様がそんなことをしないといけないんだ。妻の世話なんぞ俺がするわけないだろうが。私は家のこともあなたのお世話も毎日してるわよ。熱が出た時は看病だってしてあげるのに、そんな妻が高熱を出して苦しんでるのに何も思わないの？妻が夫の世話をするのは当然の義務だろうが。それくらいで威張り散らすな。何ですって？少しはそのバカな頭で考えてくれよ。高熱の妻の看病をして、もし風邪がうつったらどうするんだ。俺は会社でも重要な立場で、俺がいないと会社は回らないんだ。そんな俺を休ませてお前ごときが責任取れるのか？責任って取れるわけないよな。たかが専業主婦のお前なんかに。はあ？いいか、お前が風邪をひいても誰も困らないが、俺が風邪をひくと会社が、ひいては世の中が困るんだ。そんな俺に看病させようとしてんじゃねえぞ。お前の看病より俺の安全が最優先だ。亭主様に移さないように少しは自分でも考えろ。考える前に離婚だわ。あ？今ので決心がつきました。康介、離婚しましょう。おいおい、離婚的にどうした？ついに熱で頭おかしくなったか？体調がまた悪くなってきたので寝ます。熱が下がったらすぐに離婚できるよう離婚届にサインを書いておいてちょうだいね。すぐにでも書いてやるよ。熱が下がって正気に戻った時に謝っても遅いからな。おい、クローゼット開けたら布団も何もないじゃないか。お前今どこにいるんだ？ようやく気づいたの？私も一週間も前からその家にはいませんけど。あ？私は今、あなたのご実家にいます。実は一週間前からずっとここで看病してもらっていたの。俺の実家に？
何勝手に天使様の実家に行ってるんだ。しかも看病してもらっていただと、俺の母さんに世話なんてさせやがって。かよさんから家においでって言ってくれたのよ。クローゼットの中でうずくまる私を見つけてすぐに助け出してくれたの。はあ？こんなところじゃ治るものも治らないって実家に連れてきてくれたんだ。どうせ高熱に便乗して大げさなふりしたんだろ。俺に看病してもらえなかったからって俺の母さんに迷惑かけるなよ。何が迷惑なものか、このバカ息子。母さん、隣でずっと見ていたけど、あんたのその態度は何なんだい。体調の悪いお嫁さんによくもそんな言い方ができるわね。なんだよ母さん、なんか怒ってる？怒りを通り越して呆れてるのよ。話は全部リナさんから聞いたわ。40度の高熱がある彼女をクローゼットに閉じ込めたんですってね。閉じ込めたんじゃない、隔離だよ。母さんも知ってるだろ、俺は絶対に風邪で会社を休めないんだ。そのためには隔離するしかなかったんだよ。なら寝室をリナさんに譲ってあげて、あんたはリビングで暮らしたらいいだけでしょうが。天使の俺にソファーで寝ろって言うのかよ。寝たらいいじゃないの、たった数日ぐらい。え？お嫁さんは家族に移さないように配慮する。夫はお嫁さんが早く回復するように配慮する。これが夫婦ってものでしょうが、このバカ息子。ちょっと待ってよ、なんで俺こんなに怒られないといけないんだよ。俺は母さんの言う通りに隔離生活させただけなんだぞ。隔離した方がいいとは言ったけど、クローゼットに入れるなんて一言も言ってないわよ、このバカ息子。でも空いてる部屋に嫁をぶち込めって言ってたじゃん。俺たちはアパート暮らしだし、空いてる部屋なんてクローゼットぐらいしかないんだよ。だから私はその時一緒に伝えたでしょ、もしよかったらうちに一部屋空きがあるわよって。なんでそこにリナさんを連れてこなかったのよ。え、高熱のリナさんも心配だし、あんたの感染対策も不安だし、私は実家にリナさんを連れてきて欲しかったのよ。息子のコウスケならうまいこと誘導してくれるかと思ったのに、なんてことをしてくれたのよ。そんなの俺言われないとわかんないよ。つうか、看病する気があるなら直接リナに伝えろよ。母さんが家に来いって言えばいいだけだろ。シュートミに来いって言われて断れるお嫁さんはいないでしょうが。高熱で弱っているところなんてあまり人に見せたくないものでしょ。だから私に気を使って遠回しにあんたに伝えたのよ。なんだよそれ、そんなの俺わかるわけないじゃん。ったく、母親の気遣いもわからなければ六位自分で妻の看病もできないし、あんたっても本当にダメ息子だよ。この際リナさんとは離婚しちゃいなさい。嫁を大事にしない男に家庭を持つ資格はないよ。はあ、母さんも離婚しろって言うのか。そうだよ、親だからこそ言いにくいことも言ってあげるのよ。いい？今すぐサイン済みを離婚届を持ってきなさい。お母さんが責任を持ってあんたたちを別れさせるからね。エリア頼む、俺を助けてくれ。今すぐ看病しに来てくれないか。え、実は風邪をひいたみたいでさ、熱が40度もあるんだよ。なら会社を休んでしっかりお家で療養してください。私ももういないし、隔離生活なんてしなくてもいいのよ。療養するのに看病が必要なんだ。熱で苦しいのにお腹は少し、飲み物もたくさん買ってきてくれ。リナなら俺が欲しいもの言わなくても全部わかるよな。ポカリとみかんゼリーと桃缶のことかしら。さすが俺のリナ、それを3つずつ買ってきてくれ。あとリナが作った卵がいも頼む。あれがないと俺は治らないんだよ。よく別れた人にそんなことを頼めるわね。買い物も看病もかよさんたちに頼んでくれる？もうとっくに頼んだよ。風邪の引き始めにすぐ連絡した。でもクローゼットに寝てれば治るって冷たいんだよ。さすがかよさん。実はお前と別れたからってやった、いい感じの子がいるんだけど、その子に連絡しても断られたんだ。今の時期は感染が怖いからって。で、なんで最後に他人の私を召喚するのよ。別れたとはいえ、つい数ヶ月までは俺のだし、助けてくれよ。高熱の苦しさお前なら分かってくれるだろ。ええ、すごくわかるわ。でもそんな私をあなたはクローゼットに押しやったわよね。
高熱と寒気、関節痛で辛いのに、狭くて暗いクローゼットに入れられたわ。あの時のことは謝るよ。だから頼む、俺を助けてくれ。それにもし看病しに来てくれたら、またお前と結婚してやってもいいと思ってるんだ。は？離婚して、お前も少しは落ち着いただろ。あんないきなりの離婚で後悔してることもあるんじゃないか。それなら安心してくれ。俺は再婚してやってもいいと思ってるからな。看病しに来てくれるなら、今回は特別に、この間のお前の言動をすべて許すよ。はぁ？お前の作ったおかゆが食べたい。さあ、今すぐ、婚姻届持って作りに来い。私、今はあなたのご両親と旅行中なの。え？だから無理、おかゆぐらい自分でやって。っていうか、婚姻届なんて一生持っていかないから。誰があんたとやり直すもんですか。妻を大事にしないわがまま亭主なんて必要ないんだよ。ちょっと待て。なんでお前が今俺の両親と旅行中なんだよ。無事に体調も回復して離婚も成立して、この3ヶ月の間に仕事も新しいお家も決まったの。それをかよさんたちが、ぜひお祝いしたいって言ってくれたんだ。それで旅行に？母さんの息子が、お前の元旦那が高熱で苦しんでるんだぞ。そんなの私には関係ないね。それじゃあ一人で高熱と頑張って戦ってね。私たちは温泉旅行を楽しんできますから。元夫の康介は、なかなか熱も下がらず、5日ほど会社を休んだそうです。しかし、俺が行かないと会社は回らないんだと、まだ熱も下がっていないのに、無理やり会社に出社。もちろん会社中から大批判を受け、後日、お依頼さんたちに呼び出されて、衛生管理も分かっていない人とは働けないと、窓際部署に移動することになったとか。ちなみに、ちょっとツンデレ気味なカヨさんは、離婚後も私を気遣ってくれて、今でも定期的に連絡を取り合っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。